ボゴールはインドネシア西ジャワ州の都市。人口は約103.1万人。ジャボデタベック都市圏の一部を形成し、周辺をボゴール県に囲まれている。ボゴールには大統領宮殿、ボゴール植物園、ボゴール農家大学、国際林業研究センターなどがある。ボゴールは雨の街とも呼ばれ、寒気の間でも雨が多い。 この都市は1945年8月17日までバイテンゾルフと呼ばれていた。スンダ王国の首都はパクアンパジャジャランにあった。バイテンゾルフ近郊にあるパクアンパジャジャランの位置を示す。オランダの地図現在のボコールに人が定住したのは5世紀のタルマヌガラ王国の時代だと言われている。近隣のシュリービジャヤ王国との幾度かの争いを通じてタルマヌガラ王国は スンダ王国に変わった。六百六十九年、スンダ王国の首都が、チリウン川とチサダネ川の間に建設され、バクアンパジャジャランと名付けられた。これはコスンダ語で、平行したの間の土地という意味である。これが、現在のボゴールの先祖となった。1六百年前のタルマヌガラ王国時代の石に刻まれた碑文である、プラサスティ。続く、数世紀の間、バクアンパジャジャランは、 中世インドネシアの最大の都市の一つとなり、その人口は4万8000人に達した。パジャジャランという名前は王国の名前としても使われ、首都は単にパクアンと呼ばれた。この時代の歴史は公的、宗教的な目的で使われるサンスクリットで書かれている。それはインドのパッラバ朝の文字を使用して岩石の表面に彫られている。これは プラサスティと呼ばれている。ボゴール周辺で見つかったプラサスティは形の上でも文書のスタイルもインドネシアの他の地域で見つかったものとは異なっている。このプラサスティはボゴールの重要な見どころの一つとなっている。9から15世紀の間、首都はパクアンと王国の他の都市の間で動いていたが、シルワンギ王の戴冠式の日にパクアンに戻る。1973年以降、 この日は、ボゴールの死の祝日として祝われている。1579年、パクアンは、バンテン王国に占領され、ほぼ完全に破壊され、住んだ王国は消滅した。この町は捨てられ、数十年間は無人の地となった。オランダ東インド会社、編集17世紀後半、他の西ジャワと同じく、パクアンは公式には、バンテン王国の支配下であったが、 次第にオランダ東インド会社の統治下に入っていった。公式な意向はバタビアの大大使と VOC との間に成立した条約によってである。最初の、そして一時的なパクアンにおける定住はタヌーイジャや注意によるキャンプである。彼は VOC に雇われたスンダ人で1687年にこの地を開発するために派遣された。 1699年1月4日から5日にかけての砂楽火山による噴火によって多大な被害を受けた。しかし森林火災が多くの樹木を焼いたため結果的に稲田やコーヒープランテーション用地が残された。短期間に 白安周辺で、いくつかの農業地開発が行われた。その中でも最大なのが、寒風割であった。1701年に、行政地区を創設し、タヌーイジャヤがこの地の長官に選ばれた。彼は、現在の母語旅券の創始者とみなされている。1907年、総督の住まいとして使われていた。 ボゴールの宮殿1703年には VOC の総監アブラハム・ファンリーベックを長とする探検が進められ、この地の開発がさらに進んだ。ファンリーベックの探検は、パクアン遺跡の詳細な研究を推し進め、多くの考古学調査と発見がなされた。その中には、プラサティも含まれる。また、VOC の従業員のための住まいも建てられた。 行政の中心でありながら暑いバタビアと比べて、パクアンは、その地理的条件と穏やかな気候から、オランダ人に好まれた。1744年から1745年に、総督の住まいが、パクアンに建設され、夏の間はここに住むようになった。1746年、総督グスターフ・レムファン・インホフの命令によって、 オランダ人居住区と9つの現地人居住区が一つの行政区画に統一され、バイテンゾルフという名の宮殿が建てられた。これはオランダ語で、憂いの外という意味で、プロイセンのフリードリヒ大王がポツダムの近郊に夏の宮殿として建てた。ほぼ同じ時期に、この地の地方名としてのボゴールという名前が初めて記録に現れる。 1752年4月7日の行政報告には、宮殿に隣接するバイテンゾルフの一部として、記載されている。ボゴールは、バイテンゾルフに代わって、町全体を指す、この土地の別の名前として使われるようになった。この名前は、佐藤ヤ氏を指す、ボゴアというジャワ語から来ていると考えられており、現在でもインドネシア語で使われている。別の説では、コジャワ語で牛を意味する、 ボガーから来たとも、この地の住人がビューイデンゾアグのスペルを書き違えたことから来た、とも言われている。18世紀後半から19世紀にかけて、この町は急速に発展した。この発展をもたらした理由の一つには、イギリスによる占領がある。1811年から1815年にかけて、オランダ領東インドはイギリスによって占領された。 当時オランダを占領していたナポレオンがフランス領土とすることを妨げるため、イギリスはジャワやパノスンダ諸島に上陸した。イギリス行政の長であったスタンフォード・ラッセルは行政の中心をバタビアからバイテンゾルフに移動し、新しい効率的な行政方法を導入した。オランダ王国の支配、編集1920年代バイテンゾルフ植物園から見るサラク火山。 バイテンゾルフがオランダに返還された後、この地は VOC というよりもオランダ王国の支配下に入った。バイテンゾルフの宮殿は総督の夏の住居として復元された。1817年には近くに植物園が設置された。これは当時としては世界最大の植物園だった。1834年10月10日、地震によって引き起こされたサラク火山の噴火により、 バイテンゾルフは重大な被害を被った。この地の地震活動を考慮に入れる形で、総督の宮殿や行政の建物がより短期間に条文に建てられた。1845年の総督の規定により、ヨーロッパ人、中国人とアラブ人の市内の居住地は分けられることになった。1860年から1880年にバイテンゾルフに、 植民地最大の農業学校が建てられた。首図書館、自然科学博物館、生物、科学、獣医学などの科学研究所もこの時期に設立された。19世紀の終わりまでにバイテンゾルフはインドネシアの中で最も発達し西欧化された都市の一つになった。1904年、バイテンゾルフは公式にオランダ領東インドの行政中心となった。 しかし、実質の行政はバタビアに残されていた。バタビアには行政組織のほとんどと知事の主要な事務所が残されていた。この状況は1924年の行政改革によって変革された。この改革によって植民地は州に分割され、バイテンゾルフは西ジャワ州の中心とされた。第二次世界大戦諸島。 バイテンゾルフ上空を飛ぶオランダ空軍規模ゴールにおけるパスンダン州知事の RAM ハラムとその秘書第二次世界大戦の間バイテンゾルフとオランダ領東インドの全域は日本の支配下になったこの占領は1942年3月6日から1945年の夏まで続いた地元の人々の愛国心を盛り上げる日本の努力の一つとしてこの街に ボゴールという名前が与えられた。この町はインドネシア軍であるペタの主要な訓練センターの一つでもあった。1945年8月17日、スカルノとハッタは独立を宣言した。しかし、オランダは町や他の地域の支配を回復した。1948年2月にボゴールは西ジャワの反独立の地域に組み込まれた。これは 1948年4月にパスンダンと名称を変更した。この州はオランダにより作られたもので、以前の植民地をオランダを中心とする連邦に組み込むためのものだった。1949年12月にパスンダンは1949年8月23日から11月2日に行われたオランダ・インドネシア円卓会議によって作られたインドネシア連邦共和国に参加した。 1950年2月には、インドネシア共和国軍との争いに負けた結果として、パスンダンは、インドネシアの一部となり、1950年8月には、正式に国の一部となり、地名も、正式に、ボゴールとなった。2018年のボゴールからのサラク家族、植民地時代の総督の夏の宮殿が、インドネシア大統領の夏の宮殿に変えられたことも、この特別な地位を強化した。 1990年代から2000年代に、この街では、定期的に多くの国際的な行事が行われている。例えば、アジア、太平洋研究所の大臣レベルの会合や、1994年11月15日に、開催された APEC などがそれである。2008年以降、新しいキリスト教の教会を建てることで、イスラーム原理主義者との争いが起きている。 鉄道ライン政府が設立した国鉄により、バタビアとバイテンゾルフを結ぶ鉄道が1873年に開通した。この路線は1884年にバンドンまで延長され、1884年から1888年にかけて、スラバヤからマディウン、ソロマイナスジョグジャカルタへ路線が開通。その後も延長され、ジャカルタスラバヤ間は、 ライン鉄道会社トライン国鉄を乗り継ぐことで1894年に鉄道で結ばれた。1906年にはジャカルタからブカシチカンベックを経由してバンドンに至るルートが開通する。ジャカルタスラバヤ間はあん線化したが、ジャカルタボゴール間は1930年に直流1500ボルトで電化された。ボゴール駅の205系現在は、ジャカルタボゴール間は、 コミューターライン、ボゴール・バンドン方面は、インドネシア鉄道会社が運行している。KRL ジャボタベックの、ボゴール駅と、インドネシア鉄道会社の、ボゴール・パレタン駅は、約200メートル離れていて、直通運転はしていない。バンドン方面エスカブミまで57キロメートルを結ぶ、パングランゴ鉄道が2013年に復活した。高級車両1両と、一般車両3両からなる。 ありがとうございます。